貴様ら、それでも日本人か。恥を知れ。この男はただひたすら職を絶つという聖なる戦士、断食芸人です。アベノミクスとは名ばかりの経済不況、街頭でハンガーストライキを強行しています。釈迦もキリストもムハンマドも断食業を行った。そして彼らは誘惑に耐え抜いて悟りを開いた。マラノリ芸人参上。ご来場の皆さん、21世紀の日本博覧会人類館へようこそ。じっくりとご覧ください。